豆田抜きのお稲荷さん豆田抜きは稲荷寿司の製造、販売を行っている店舗の野号である。2006年6月1日から2012年3月31日までは同名の大阪府の企業として事業を展開していた。大阪、梅田が発祥の地で1972年に豆田抜きの野号で稲荷寿司の製造、販売を始めた。 1929年11月に設立された上田奈良つけ製造株式会社から発展した阪急百貨店の食品製造士会社であった阪急食品工業株式会社の一部門として稲荷寿司の製造・販売を行っていた2006年6月1日に阪急食品工業株式会社の豆田向きカンパニーが分社化して 株式会社豆だぬきとして設立された。同年9月1日付で食品事業グループを統括する中間持ち株会社として株式会社雑貨食が設立されて同社の子会社となった。2012年4月1日に同じく雑貨食の100%子会社で弁当や惣菜などの製造。 販売を手掛けていた阪急デリーカと合併して、株式会社豆田抜きは6年弱の歴史に終止符を、打ち、阪急デリーカの一部門として、営業を続けている。阪急百貨店梅田本店食料品売り場にある、阪急梅田本店では、稲荷寿司を1日7000個売り上げるほか、H2O リテイリングが地盤とする関西だけでなく、関東地方にも稲荷寿司専門店を出店している。 ABCD 阪急フーズのりの製造卸が主力 SM の出店に対応週刊流通ジャーナル ABC 阪急百貨店株主通信平成18年6月阪急百貨店 ABC 株式会社豆田抜き第6期対策対象表及び個別中期表1ハット AB H2O リテイリング株式会社第92期優化 証券報告書。H2O リテイリング。阪急百貨店。9月に新会社。坂食設立食品事業を統括。日本食料新聞。水野牧の魔法のレストラン毎日放送。2009年4月22日放送分。広瀬義和。坂食、下木は、改装4点。新店2点を、計画通期は増収増益見込む。 日本食料新聞、ありがとうございます。